平川家の血を引いてる娘だ。素晴らしい。さて今回愛車をご紹介してくださるのは、うん、ラリードライバーの平川真子さんです。よろしくお願いします。美しい人ですね。ラリードライバー、レースもやってらっしゃってね。ラリードライバー、うん、なんでラリーなのちょっと父の影響もあり、父は、ね、サーキットからラリーに。お父さんもやっていて、はい、お兄さんもやってるんですよね。もともと、いやだってこの子の兄ちゃんすごいよ。いや、そう、有名ですよ。亮は平川亮って言うんだけど、うん、全日本走っててスーパーフォーミュラとスーパー GT とどっちも日本のトップ、うん、それが秋尾会長の目にかなって、うん、今ヨーロッパでなルマン24時間とか、はい、すごいんだよこの子なんか、ね、うん、じゃあもうサラブレッドだ。真子さんも、うん、まあ、レーシングカートから始めて、うん、ルーキーレーシングのサポートを受けて教授カップでね、うん、4輪デビューされまして、はい、2021年からラリーも始めて、うん、平川亮選手の妹ということで、かっこいい、すごく注目度も高い。血を引き継いでたよね、はい、平川家の、すごい。そうです。でこれが愛車ですか。R86 に紹介してください。乗っています。ちょっといろいろ、その父も86でちょっとラリーに出てて、そのお下がりでちょっといろいろつけさせてもらってるんですけど。仕様は、仕様はあのクスコのあとスポーツ R をつけてて、でもちょっと街乗りはちょっと跳ねてて、うん、でサーキットはまだ走ったことない車なので、うん、どういう動きがするかちょっと楽しみな感じですね。なるほど。サーキット走ったことない。この車でまだ走ったことないです。マジか。ちょっと今日お願いしますよ、ね、お願いします、うん、あとは何か変わったところですか。あとはあのリアデフにあの TRD さんのデフが入ってて、うん、でホイールもちょっと変わってて、うん、レイズの T37、うん、でタイヤはダンロップの Z3 を履いています。見た目はノーマルだね。そうですね、うん、だから品がいいですよね、うん、車高がちょっと落ちてるぐらいそうですね、うん、はい、なんかこう目立ちたくない走り屋って感じ。確かに本当にいいですよね、うん、おとなしくさせてもらってます。これマイカー、街乗りで乗らせてもらってます、うん、スポーツカー乗ってる女の子ってかっこいいじゃんそうですよね、うん、ちょっと乗ってみてください。かわいい、かわいい、かわいい、なんだろう、ヘンテコリンなのヘンテコリンなのが、何がかわいいのがついてる。なんだそのかわいいのあとシフトノブがすごいね。なんかこれも実は父のお下がりで。すごい。お父さんヤンキーだったの。いやいや、なんかそのシフトの入り具合とかがどれがいいのかっていって、いろいろなんかあの比べてみたみたいで、これ良かったんだ。その中にちょっとこの可愛いお花のシフトがあって、ね、昔ねこんなの流行りましたもんね。そう、中華的な、はい、です中華86に彼女はね、はい、合いますよね、うんうん、この中素敵だからね。で早速ちょっと乗ってみて、はい、俺がちょっと横に乗ってみよう。あ、そうしましょう。え、ね、いやいやいや、何言ってんだよ。それがいいよね。土屋さんの横に乗ってみたい。ちょっと歩いてください、ね、そうですね、様子見よう、様子。平川の血を引いてるかと思ってます。いいね、よいしょ。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。いいじゃん、なかなかいいぞ。本当ですか。うん、あ、エンジンつきすぎた、うん、なかなかいいぞ。ここは2速ですか。そう、アクセルいいぞ。ありがとうございます。アクセル。そう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 。アクセル。あ。よしよしよし。アクセル。
ちょい我慢してからじゃないと、はい、アンダー出る。そうですね、うん、でコーナーに入って、はい、回転が落ちきる前にアクセル入れて、はい、こうちょっと曲げてやらないと。そうですね、うん、回転が落ちきってからアクセル入れてもすぐ吹けない。はい、うん、まあでもまあまあで。ありがとうございます、うん、上出来上出来楽しいですね。初めてこの足でサーキット走ったので、うん、これまともだよこの足。そうですね、うん、街乗りだと結構硬いけどな。すごい跳ねるんですけど。いや、まとも全然いいわ。さあ、きっと安全に走れる。平川家の血を引いてる娘だ。お、素晴らしい。いや、だってまあ、あそこまで普通に走れる女の子いないよ。初めてここに来て、このサーキットに来て。すごい、うん、あ、そう、うん、平川さん、いや、これはさすがって言われてますよ。すごい。だからこれはね、すごく緊張しました。寮の血は流れて流れてますか。すごいすごい、はい、あれですか、あの、これからラリーのレーサーになっていくんですか。今サーキットとラリーやってて、どっちを軸を、うん、どちらも楽しさがちょっと違うので、うん、ちょっとどちらも楽しみながら今やらせてもらってるんですね。ラリーはラリーでね、一、うん、人でこう集中して走れるじゃん、うん、レースは前にも後ろにも横にも人がいるじゃん、うん、その違いが楽しいよな、ね、はい、いや、だけどなんかアドバイスするとしたらどれでしょうか。いや、アドバイスするとしたら、はい、さっきも言ってたんだけど、車内で、うん、ブレーキがやっぱ女の子だから手前からかけていっちゃう、余っちゃうからだらっと入ってく、回転が落ちてから大丈夫と思ってアクセル踏むっていうさ、だから女の子なんだよね、まあ、1,2,3,4 って分ける、うん、俺らは分けないじゃない。こうこれを1個にするじゃない。平川はこう1個1個こくぎってる。それは経験値で治っていくもんですか。平川の血が入ってんだよ。あの、熱い走りができるように頑張りたいと思います。頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。平川真子さんでした。ありがとうございます。すみません、お願いします。はいよ、取れなくなってもアウトアウトアウトで曲がれるところまでブレーキを詰めていく、はい、だからブレーキポイントが分かんないと思ったらまずこっからブレーキングする、はい、次何ともなかったらここでブレーキングする、はい、でグリップをつけなくてもコース内でアウトアウトアウトで曲がれるところ
そこを探すの、はい、そうするとブレーキングポイントが見つけやすい、はい、楽しいだろ、めちゃめちゃ楽しかった楽しいよな、ありがとうございます、うん、楽しいよ、感じたことないような、うん、だレーシングドライバーってのはみんなこんな運転、すいません、ありがとうございます、すいません、レーシングドライバーってのはみんなこういう運転、はい、もうブレーキをダラッとかけないで、はい、詰めていくの、どんどん、うん、どんどん詰めていって最後曲がりきれないところの手前がブレーキングポイント、はい、ありがとうございます、表情頑張れ、頑張ります。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで、はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売、開店ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。